俺これ負けたら絶対にナムコにね、このキャラ、このキャラふざけてんのか、マジでよ。浮かして違うんだよ、今聞いてくれよ。ちょっとこれは説明させてくれ、本当に。ビリーさんどうも。10年ぶりぐらいに黒黒さん見たけど面白い。そう、10年前って何？タック2だよ。2000、タック2の時ギリまだ俺配信してなくない？してるんだよ。してる。タック2してて、2013年から配信始めたんだ。俺が初エボに、2013年のエボって、鉄拳生俺しか行ってなかったの、日本から。俺がなんかエボとかってあるけどみんな行く人いないのみたいな、俺一人で行くけど誰が行かない、誰も行かなかったんだよね。ただっちね、キーステーション坂戸さんをね乗り越えないと破壊神はない。鉄拳のバランスリスペクト、これは坂戸さんは。今レイブンいるからギョイ、コメント欄読まないでギョイ。坂戸さんも結構大技が入らないんで、もう結構タイムタック2だね。これはこの角換いつももらうから、そこ 2RK 打つか。でもね、そうだ、坂戸さん 2RK めっちゃガードしてくるんだから、 66RK 多め、安全に発動させてくれる。ここはちょっとなんか坂戸さん鉄拳7してくれてるんで、寝るか寝るか、はい、くっそいい置きだ。そこ今置かなかったら俺の 66RP ガードして体力俺が回復して坂戸さんが削られてみたいな感じになってたと思うよ。遠距離ね、坂戸さんは鉄拳 7.5 をしなくちゃいけないのね。すごい鉄拳7みたいな戦い方になってる。俺鉄拳7の時こんなぐちゃぐちゃ攻めみたいな、何も考えてない通覚のないテントウムシみたいなことしてないから。滅になった時ガチガチ型だからね。ちょっと触ったら型って言っちゃったもん。66RK 多めで今意識した。うん、1、2、1、2、3で、珍しいのが坂戸さん1、2、3でしゃがむね。1、2、3、しゃがんでた、しゃがんでた、あ、タイミング合ってるぞ。そのままいけ、1、2、3、え、全然安い。角換3回もらってもお釣り来る。壁わかんないからやめろ。無理無理無理すんな、無理すんな、無理すんな。今こトルネードあった、さすがにあったか。無理すんな、まあまあまあ、これにおわせだから。はい、いいぞいいぞ、追いついてきた。スマッシュ下段を意識させられた。もう俺一生ヒート中にスマッシュライト打つから。スマッシュライトを打つために生まれてきた、あのエイリアンとかのさ、ああ安い安い安いエイリアンのあのフェイスハガーがさ顔にプシャーってくつくつやもん。ヒート中の近景ライトを打つフェイスハガーが今俺に寄生してるから。ヒートに神が勝てと言っている。やばい、こうやっていきなり負ける。ヒート中のライト、もうずっと、もう俺ヒート中のライトを植え付けられてるから今、卵にグエーってなってるから。ヒート中のライト今上見てる時にさ、下段やめてもらえる。ヒーローが変身してんの怪人そこ止まるでしょ。あ、疑心暗鬼になってる坂戸さんが。初めて俺との対戦で、この3ヶ月間の俺が9-1で負けてるこの対戦の中で疑心暗鬼になってる。いいぞ、もう俺はそこに満足をしてる。裏切れ裏切れ、久しぶりに切れしまった。あ、こんなレイジャーって出さないじゃん俺。レイジャース8で全然使わないもん。裏切り、もうちょいだな。坂戸さんを俺今リスペクトしちゃってるから、ハマちゃんバーダックのバランスいいなって思ってんのよ。鉄拳の理想系だなって思っちゃってるから、今一回消去ね、フォーマットね。
一瞬ね、一瞬フォーマット、あ、これよ、俺のよ、くだらない、なんか横歩きとか意味ない。あ、汚ねえよこの、どこから何されてんだよ今。飛び道具何個あるんだよ、しゃがまないんだよ。66歩け、いいぞ、4回シャカバン食らっても66歩け。安い安い、今絶対当たる宝くじ買ってるから、この商材がねみたいな感じで今なってるから。はいはい、ヒート中は絶対中段しか打たないもん、ヒート中中段も、あ、金券までいけてない、ミスったね、ミスってなかった。あ、浮くそれ、はい、追いついてきた。66歩け、次中段、次中段、逃げられないよ、中段打たせてくれ、いやいや、安定コンボでいいよ、無理すんな、黒子さんには無理だよ、無理だよ、はっ、危ねえ。壁から壁運ぶのは無理だよって今第3の黒黒2が今教えてくれたんだけど、次に行こう、次に66歩け、66歩け、やべ、アップね、普通でいい、普通でいい、ダブルアップすんな、はいはい、ダブルアップすんな、はいはいはい、安い安い、もう一回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 やらせて、もう一回頼む、もう一回金券からのかけさせてくれたら、はいはいはい、かかりはしたね、かかりはした、レイジャーズ警戒しちゃった、下段、嘘でしょ、リスペクトしちゃうよ、横移動しゃがみ、そんな対応できないんだが、これ以上の被弾は効いてない、中段、もう一回中段出し切ってみよう、はーい、あー、壁がねえよ、それそのために生きてきたんだよ、はいはい、まあ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 絶対中段マンじゃなかったの、あ、いいのか、間違えろ、神よ、俺これ負けたら絶対にナムコに連絡する、このキャラ、このキャラふざけてんのかよ、マジでよ、浮かして違うんだよ、今聞いてくれよ、すげえ頑張っ、あのね、バーダッチさんが教え、ちょっとこれは説明させてくれ、本当にバーダッチさんが 2P 側にいるバーダッチさんが左横歩きしゃがみしてるから、それに左横歩き段しゃがみをするとこれの2発目が引っかかるのから俺2発、いつもは金系ライトゥーなんだけどバーダッチさんがそれをするから俺金系パタパタにしたの、そしたらまんまと当たったの、でもそういう時に当たるとずれてるわけよ、こう、うるせえ聞けこういう状況で、こういう状況で当たるの、そうするとレオのいつもの長中とかで拾えないわけよ、からあまりにも深い、うますぎるレオだから、ここからこういう状況で拾うために、これ2発目のみヒットね、難しいな、2発目のみヒット、この状態あの縦回転しないのよ、この状態を拾うためにジャブにしたの、わざとジャブにしたの、そしたらジャブじゃないと拾えないの、じゃあ今ジャブで拾えなかったら何で拾うんですかっていう話、ここだよ、ここを直してくれよ、本当に面白いこのゲーム面白いよ、本当にこのキャラがドラグノフだったら60回ぐらい俺は伸びになってるわ、本当に久しぶりに切れちまったよ、今のコンボミスじゃないからね、こんなに鉄拳で切れたのは30年間で初めてだ、周りの街の明かりが窓に飛びく、今日も練習終わりかけ